アゴだよね。あ、そうなんです。最近こうアキト選手のリプレイ映像が多かったりしてて、でリプレイ映像をまあ、どこでやってるんだろうというと、大体このクロスオーバーの配信チーム一緒だったりする。はい、じゃあもう業界で実績を残されてるチームだ、ね、素晴らしいですよね。はい、そして入場してまいりましたのは笠原明人ワンサイドですね。クロスオーバープロキックアンダー55キロファイト3分3ラウンドの試合ですね。これから行われるのは、はい、入場してまいりますのは青コーナーワンサイド笠原明人でございます。はい、今回ですねベストを尽くして同門の足立を盛り上げるために頑張ると、同門の方たちがいる足立を盛り上げるために頑張るコメントをいただきます。はい、この後の荻原選手ですね。荻原選手、足立君の、はい、ワンサイドの、はい、赤コーナーより夏目龍河選手の入場です。はい、続きまして入場してまいりますのはトライハード。トライハード勢今日多いですね。多いですね。今回すごく多いんですよね。女子の選手も、この後の女子トーナメントにも本田奈々香選手も出ますし、はい、トライハード夏目龍河の入場でございます。現在2戦して2勝、必ずぶっ倒しますというコメントをいただいております。負けしてるって言えば、あれ清水選手まだ、はい、負けないですね。僕はまだ負けたことないです、ね、やばいですね。あの1分けですよね。あの6勝1分けなんですか。そうですね、あの沖縄戦で1回だけで、はい、あの引き分け、1-0で引き分けになってしまって、ね、やばいですよね。いやいや、たまたまです。いやセコンドがあの本当に優秀なので、なるほど、セコンドの方と作戦以上になって、まあ、それをただ成功してるだけみたいな。いやでもそれも含めて実力ですよね。いや本当に、はい、いやでもベストキット東京もなかなかいいチームですから、いや、はい、ありがとうございます。日本一楽しい、明るい、日本一優しい、優しいチームなんで、はい、いいです。優しく優しくやっております。いやそれでもこれだけ外国で試合ができたりしますからね、清水さんね。どうですか、僕その沖縄で唯一した時アウェーだったんですけど、正直今までの試合で一番苦しくて全然気持ちも盛り上がらなくて、やっぱりホームその観客、ファンの皆さんの声って大事だなってすごい思ったんですけど、どうですか海外の試合って。行ったら行ったで全部敵でも OK と思って行ってるんで、さすが陽キャ、さすが陽キャの最上級。いやなんかちょっとプラスがあるとすごいポジティブになる。そうそうですね、なるほど、これが陽キャですね。なんか学びがありますね、はい、はい、勉強になります、陰キャなので、はい、陰キャと陽キャと、うん、あのおじさんでお送りしております。いい組み合わせですね。いいですね、バランスがいいですね。そうです、はいはい、画面今手前側ですね、笠原、そして画面右側が夏目龍河でございます。トライハード、はい、この試合もですね3分3ラウンドという形でアンダー55キロ級ですね。さあリング中央ですね、どっしり構えるのは夏目龍河。おっと、笠原選手は前の試合、はい、あの違う試合も映像見たんですけど、はいはいはい、本当にパンチメインでガンガン前行くタイプなんですけど、はい、まあ、一方で夏目選手非常にバランス良くてですね、はい、結構ステップとか使いながら組み立てが上手い選手なんで、まあ、これこそなんかどっちが自分の展開に持っていけるか、あまり夏目選手はパンチに付き合わず自分の距離感で試合組み立っていけばいいのかなと思います、はい、そうですね、今回 のベジス計量で笠原選手なんかはその噛み合うだろうと、噛み合う面白い試合をするということを言ってて、こういったバチバチをこう見られると、あでもあれですよね、そのパンチもそうですけどもキックも、はいはい、すごく散りばめて、はい、すごく落ち着いた出だしなんですけど、結構でも近いですね、最初から距離的には近いですね、しっかり当たる位置で両方いけるなっていうので、はい、やっぱ夏目選手距離感うまいですね。そのパンチ打ったらちゃんと自分のパンチは当たらない位置に下がってとか、はい、なんかそこの組み立てがやっぱりうまいな、バランスがいいって感じですね、はい、おっといい服だ、うん、こういうどんどん合わせていくんで、はい、笠原さんは、まあ、ただ前行くんじゃなくてフェイントを入れるとか、はい、まあ、ロー入れてパンチもテクノを押していかないと、はい、夏目さんのカウンターもらって、うん、なるほど、はい、今だとそうですよね、笠原が前に出てそれをこの合わせるような形、はい、だから今清水さんがおっしゃったように足を散らしたり意識をそちらに持っていく、はい、ただまっすぐ行くだけだったら夏目選手多分にうまくかわされちゃうと思うので、はい、そうですよね、そういう駆け引きとか読み合いとか、はい、まあ、もちろん作戦も、うん、
この3分3ラウンド合計9分で、はい、ものすごいこう攻守入れ替わったり、本当そうですね、はい、あ、ローブローですね、夏目龍我選手が今当たってしまったという感じですね。なんかその一つの攻撃を当てるのに、はい、いろんな組み立てだったり、はい、相手がこの攻撃にや動きに対してどう反応してくるのかとかを、はい、まあ、試合の中でしかやっぱりこう実際体感でできないんで、はい、その中で、あ、これにはこう反応するなみたいなやつで、はい、ちょっとだんだん合わせていって、うん、当てるようにしていくみたいなやつを結構考えながらやってる選手が多いのかなと思います。はい、そうですね、その中で劣勢になったり、まあ、ここは攻め時だみたいな構成になったりした時の、うん、はい、やり方みたいなこともあるでしょうし、そうですね、半分ぐらい即興みたいなこともあるでしょうし、いや、もう本当そうですね、まあ、コンピューターじゃないんでやっぱそれは相手があってのものなんでっていうのはあるんでしょうけども、はい、よくのが試合は生ものなんで、はい、そうですよね、どう転ぶか分かんないですよね、そうですね、はい、画面右側がですね笠原、画面左側が夏目、すごくこの2人はあれですね、パンチとキックのバランスが、あ、そうですね、お互いいいですね、はい、噛み合いますね、噛み合ってるんじゃないかなっていう感じですね。少し夏目選手の方がこうコンパクトにいろんな攻撃が出てるなっていう風にちょっと感じます、はい、うん、これジャブいいですね、タイミング合わせて、うん、さあ残り時間が間もなく10秒となります。さあこの1ラウンドは細かいですよね、はい、いや本当そうですよね、はい、第1ラウンド終了でございます。はい、菊崎さん、はい、オーガニックさんと呼んだ方がいいですか。菊崎さんオーガニックでお願いします、はい、じゃあオーガニックさん、はいはい、1ラウンド見ていかがでしたか。いやもうお互いすごい気持ち強くて、最初から距離も近くてバチバチこう打ち合って、はい、すごいいい感じだったんですけど、ちょっとだけ夏目選手の方がこう、はい、コンパクトに打ててるなっていうような感じが見えて、なるほど、きっともう少しそっちのが多かったのかなっていうふうに、はい、思います。はい、分かりました。では清水さんいかがですかね。はい、そうですね、全く一緒で、うん、2人ともお互いの良さが出ている1ラウンドだなと思いつつも、うん、やっぱり夏目選手の距離感とタイミングが非常にうまくてですね、さっきの左フックだったりとか、はい、あと相手の笠原選手のジャブに合わせた上からかぶせる右ストレートとか狙ってるんだなと思うので、2ラウンドで結構カウンターでもう KO で狙っていくんじゃないかなと思います。はい、そんなあれですね、夏目龍我選手は若くて相当イケイケ、技術もすごいのですごく注目できるというようなことがありますね。はい、で画面左側の笠原はですね、獅子丸選手ともこうやって引き分けたり、はい、どうやって戦うかっていうのを今回あれですね、星野光大選手ともやってるんですね、うん、だから結構そのなんていうでしょう、修羅場はくぐってる。なるほど、はい、あでもいいです、なんかこうさっきみたいにただパンチでガーってくるだけじゃなくて、こうフェイントやったりとかリズム変えて、はい、夏目選手のタイミングをずらす、これはやっぱりその戦い方を変えてるっていうことですよね。だと思います、チームで、うん、あいいですね、めっちゃうまいですね。リング中央を陣取るのが夏目、おっと今のは何だ、ストレートだと思います。ストレートですか、カウンターでちょっと自分で遅が当たって嬉しいですね。いやもうさすがチャンピオンですかね、これさすが気候師、やべえ気候してる、いじってるクロスオーバーの気候師、気候師やべえ、今言ったのはオーガニックさんですかね、おっとおっと、いやーセーパー、セーパー、これはすごいぞ、左フックすごい上手いですね、夏目、うん、タイミング本当に上手いですね、上手いですよね、合わせるのが、うん、だから それこそあれですよね、そのローだったり、うん、でこう散らしてるから、うん、はい、ただ前に形としてはやっぱ変わってないんですよね、笠原選手が前に出て夏目選手が合わせるというような感じ、ただ2ラウンドの最初は少しその笠原選手もリズムを変えて、はい、うん、はい、そうですね、すごい違う仕掛けをしようっていう意思がすごい見えるんですよね、はい、動きをパンチも当たってましたよね、やっぱもう、はい、うん、ただそれをかき消すかのような夏目龍我のパンチ、あーすごかったですね、はい、この試合がですね、はい、うわいい、まあ、夏目選手冷静ですね、そうですね、いやそうですね、うわ今のフックからのボディ、はい、で試合でできるのはすごいですよね、すごいですね、いやちょっと出血していたぞ、あでもちゃんと笠原選手のパンチも当たってるんで、はい、そうですよね、この
こういう流れでのこうミドルとかきついですよね。ハイキックに近いミドル、さあ少しラッシュかけるか夏目龍が残り時間30まもなく30秒さあですね、ここ頑張ってちょっと取り返したいなっていう、はい、すごいですね、きついんですけど、すごい雑にならないでいきたいですね、ここは丁寧に、そうですね、はい、丁寧にいきたいです、気持ちはすごいわかるんですけど、さあ残り時間まもなく10秒ですね、第2ラウンド、さあ少しあれですかね、この2ラウンド目は夏目龍河の攻撃が光ったという、ちょっと出ましたね、こういうのはうまいですよね、はい、第2ラウンド終了でございます、はい、こちらですね、赤コーナー夏目龍河ですね、はい、トライハード広谷選手とか、はい、有名ですよね、あとはセコンドこれ田丸選手ですか、そうですね、田丸選手ですね、はい、そうです、なんかクロスオーバーが本当に先ほどの試合もですけど、うん、ライズ勢 K1 勢がどんどん今参加してて、うん、なんか選手としても嬉しいですよね、本当に注目されている団体だなと思って、ね、確かにだから、この間この後の松本ジョリンさんが他団体出たりとか、いろいろもう皆さん出たりするじゃないですか、はいはい、そういったその交流だとか、うん、チームのアップ、うん、注目しますよね、格闘技業界もそうですけど、本当に、はい、そのままその価値がクロスオーバーの価値になんか直結するというか、はい、強い団体だなと思われると思うので、まあ、ある意味我々はそれを背負っているという、そうですね、ぜひ清水選手にはね、はい、いろんなところ出て行ってね、バチバチの試合してきてもらって、はい、楽しみに、陽キャが陽キャが陰キャを陰キャを励ましてくれてる、そう励ましてる、励ましでしたね、励ましです、エールです、エールです、さあ前に出たのは笠原、うん、やっぱ強いですねパンチ、少しそうですね、またあれですね、違いますよね、変わってきましたね、笠原の笠原さんとの気持ちはすぐしっかり入ってますね、ちょっと入りすぎっていうところもあるんですけど、やっぱりこう力、そうですね、前に前にの気持ちがちょっと強すぎて、ちょっと自分で振ってちょっと崩れちゃってるんで、はいはいはい、気持ちの強さめちゃくちゃいいんですけ ど、 なるほど、攻撃はもっと丁寧にいけると、はい、こうチャンスは全然あるなと思います、ね、このあれですよね、夏目龍河のジャブ、うん、ジャブもこういいですよね、距離を作るのに非常に、ね、先ほどから、うん、この前手というんでしょうかね、前手のこの微妙な動きが、はい、このちょっとした そ, うです、ね、そこで入れなくもなりますし、うんうんうん、あとローキックが先ほどからやはり、うん、上蹴ったら今度下蹴るっていうのが、そうですね、で下蹴るそうですね、笠原選手がその今、うん、あのオーガニックさんがおっしゃったように、うん、あのちょっと力では入ってるかもしれませんけど、うん、前に、うん、そうですね、ですね、いやめっちゃいいですね、もうだここは行かないとですもんね、うん、清水さんもね、はいはい、技術対気合いみたいな、はい、確かに、だから笠原選手としてはこう倒さないとっていうところで、本当それですね、はい、いるんであればここはもう、うん、ディフェンスも非常にうまいですね、夏目龍が、いや動きがやっぱ細かくてすごい鋭い感じなんで、はい、こういうふうで捉えるのすごい難しいんだろうなっていうふうに、はいはい、感じます、うん、さあ残り時間が間もなく1分となるんですが、これは少し前に出る笠原明人に対していなすかのような、そうですね、はい、先生やっぱり攻撃の後ほぼ必ず頭だったりポジションをしっかり変えるっていうのをやってるんで、そうですよね、はい、そしてそのカウンターで当てていく、うん、あのパンチであれですね、笠原も少し鼻血でしょうか、少し出血も見られます、うまいですね、カウンター戦技術すごいですね、こういうのすごいですよね、ストレートとフックと、まあ、パンチ行くしかないんですけど、はい、その中でこの相手があの外したときに右肺合わせるとか、はい、だったら入ると思います、ちょっとパンチだけだったらもう夏目選手のことがあるというか、これは崩せないと思います、うん、そうするとそういったバランスでいろんな攻撃で意識していかなきゃいけない、ね、あ今左見るとかいいですね、はい、よかったですね、はい、いや今フック、おっとこれはダウンですね、これは痛いですね、今左のジャブ気味な、はいね、ジャブとフックの間ぐらいの、はい、ですよね、さあここはもう軽く膝だ、膝だ、でもおおナイス、いや最高、めちゃくちゃいい試合でしたね、すごい、これは素晴らしい、めっちゃ頑張りました、ね、すごい良かった、はい、いやこれは熱狂的な空間になりましたね、新宿フェイス、いい試合でしたね、素晴らしいですね、
はい、そして判定とこの後なるんですが、いやもう最後の膝、夏目龍河の攻撃でも、そうですよね、笠原明人が倒れずに向かっていくんですよね。そうですね、あそこ頑張りましたね、本当に。あれは精神で立ってるんですかね、やっぱり。でも気持ちはやっぱすごいでかいと思います、ね、じゃないと立てないです、ね、そうですね、気持ちが折れたらどんな強いやつも勝てないっていうのが勝者赤コーナー夏目龍河、はい、勝者トライハード夏目龍河の勝利でございます。いい試合だった、はい、いやこれはもうお互いの良さが出た、まさにいい試合で、はい、まあ、最後はギブスで勝ったっていうか、またゲストをお願いしました、はい、笠原ありがとうございます、清水さん、はいはい、そしてオーガニックさん、はいはい、何かコメントなど今の試合で、はいはい、やっぱより最後まで丁寧にやり続けると、うん、本当に強いなっていう、はい、本当にそこは大事だなっていうのをすごい感じましたね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。それではどちらかが あれで、はい、じゃあ、あれですね、オーガニック菊崎さんは残っていただいて、はい、はい、ありがとうございます、はい、そして清水さんがさっそうと去っていきますね。かっこいい、はい、かっこいいですね、やっぱりヘッドホンで外してもかっこいい。